はい、どうもジョシー、ワンプです。はい、今回は、はい、待ちに待った最後のカードキー、イエローカードキーやっていこうと思います。もうこれ以外のカードキーはね、全部検証終わったんですけど、はい、ラストのイエローということね、やっていきます。でね、まずね、まあこっちがね、レッドとバイオレットがあるところで、はい、5正面上がって右にある、なんか場所としてはね、結構危ない場所にあるんだよね、イエローって。はい、ここですかね。はい、ここ結構ちっちゃい部屋で、そんな美味しいのかな。でもね、値段的には16万ぐらいでイエローカードキー買えるんで、まあ安いかなって感じです。はい、で今回もね、ラボのカードキーだけ、オフライン5回オンライン5回って感じで検証させていただきます。はい、でまず入ってって、貴重品脇がね、だいたいこの上に、まあアタッチメントが湧いてるよって感じですね。机の上に、椅子の上にこんな感じで、レア脇が、これ何？ゴールドアイフォンか。安いんだよな、3万ぐらいなんだよね。椅子の上にね、なんかグラボだったりが湧くのかな。なんかアナウンスを切り替えるってあるけど。なんやろ。で、この椅子の上にも貴重品湧きます。今回も特になさそうだね。オッケー。こっちにもない。下にも湧いてない。あと PC がある、ね。PC 見るか。はい。なんもなし。で、あと、ここに開けるドロワーが4つある、4つか。あるんだけど、まあ、今回、ここのドロワーの中もちょっと漁っていこうかなと思います。特にないね、やっぱ。ラボだから、ドロワーが高いってわけじゃなさそう。で、イメージャー。お、こっちになんか落ちてんね。え、こんなとこに注射器落ちてんだね。なるほどね。一応ここにね、注射器脇があるらしい。3BTG 高かったっけ？ 5 万ぐらい？ 5 万もいかないか、3万ぐらいかな。はい、ここはなんもないね、特に。落ちてなさそう。OK。イエローはだいたいこんな感じです。はい。今回ね、この5つだけ。まあ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 。安いキーだから元は普通に取れるね。まあ、寄ったら開ける感じでいいのかなと思います。まあ、グラボが出ればラッキーって感じです。はい、それではあと、これ1レイド目なんで、9レイド頑張ってきます。はい、来ました。2回目、イエロー2回目いきます。イエローと。よいしょ。はい、開けて。75円マジか。1回もしまいでは。その上、アタッチメントはこんなもんか。やっぱな、いいんだよな、これ。おっ、スカル。貴重品がないですので、まだ PC が終わります。珍しいな。はい、じゃあ次この中に行きます。注射器はない。まあ、どれぐらいなのね、イエローは。独立。5発集合。1万ルーブル。マッチ。この中に何度でも高いけど、大体弱いのが入ってますよね。OK、いいけ。で、ドローからは、一緒に書き上げるんだけど、レア出ないんだ。OK、じゃあ2回目こんな感じです。この7つですかね。あ、US 弾。強いんか弱いんかわからん US 弾。多分弱いね。7ミリだから全部強そうだけど。まあ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 、普通？まあ悪いか。まあ貴重品があるだけでいいと思う、イエローは。OK。じゃあ次、3レイド目、頑張ります。はい、よ、できました。イエロー。3回目、イエロー、いきます。いえ。あげていく。どこかのやつに。あ、ブリックス、いいね。やっと高いんだよ、12万ゲットは。机の上もなさそうかなぁ。この上にはギターピック。はいはいはい。で、PC さっきから何も入ってないけど、何か出してくれよ。あ、はいよ、CPU さん。相手2万から。相手2万3枚から。おいか。よし、あそこの中も。何ですか？よし、何枚だ。さあ、なりましょう。OK、いいね、いいね。フラッシュドライブが欲しいなぁ。出てこんかな。いいよ、やっぱ地味に安い。あと、なんか、何もないで。OK、じゃあ、3レイド目。こんな感じです。まあね、VPX が12枚いくから結構うまいかな。で、ギターピック大体3万、4万かな。で、1万に、まあ、20万近くいくかなって感じです。まあ、これは、どうなんだろうな、ね。ちょっと安いかな。リコイルマイナス 1% にクーリング 3.9%。エルゴプラス 7% だから、そんな高くないかな。OK。OK。じゃあ、イエローカードキー4回目。フラッシュ。頑張ります。さあ、ごめんなさい。AFG。見た？ここない。ここない。PC の中は？こうなります。じゃあ、ねえ、来た。おや。まあまあまあ、PC の中旅行。で、ここはないです。メンバーに。OK。今回、8個目のこちらです。ここまで。はい。こうしたは、注射器ない。書きない。では、UFO。なんか、出てくる。お、ます。こう、まあまあまあ、まあ、高いな。よそ。はい。ここは、1回目取ってみよう。OK。じゃあ、はいよ。4回目。こんな感じ。外れだね、これは。まあ、3万、4万かな。5万いけばいいぐらい。はいよ。
ヨロガドキ、はい、5回目いきます。よし、ラスト5回目、これでオフラインがラストかな。何が湧いてるかな、バレる、何の声だ、ちょっと分かってるのか、私が言うてか、氷はいくらとかなんかくれよ、マジイエローよ、意外だね、飛び出し、ガンパンが、あんたガンパンが女性よ、何でもいいな、こいつ、それ何しなかなし、と、増えちゃう、ここだか、さ、一番上がいる、あ、ランプ、うん、まあまあまあ、ランプは交換品だった気がする、うん、3、1、5匹、攻撃地味になったんですね、セラピスの件、このガンボックスは何も分かねえな、はいよ、じゃあ、オッケー。ラスト5回目。こんな感じ。ガンパウダーは、まあ、うまいね。4万、5万ぐらいかな。で、まあ、これ、高いんかね。こういう系はね、たまに化けるもんがあるから、まあ、調べてみてだね。オッケー。じゃあ、これで5レイドオフラインで終わったんで、あと残り5レイドは、オンラインで頑張っていこようと思います。それでは、行ってきまーす。あ、来ました。はい。イエローカードキー。めっちゃ持ってる。イエローカードキー。はい。6回目。いきます。6回目。よっ。じゃあ次。ここだけ。まだまだもういっぱいな。はい。まずね、ここから出てきていいね。どのあたりか。よし。まだね、こう、やがて成功してると思うし。何もしないぞ、お前。はい。何でいいし。たぶん、ラン。あ、アンス来たじゃん。アンス来たじゃん。え、何もだよ。え、いいよ。何にもない。間違いない。なさそう。じゃあちょっと分けてみます。マジで。え、何もね。それが当たってない。ドロワーク。うわ。みんな、マジ、直書きこれだけ？はい、オッケー。じゃあ、はい。こんな感じ。今回、めっちゃ悪い。オッケー。じゃあ、こんなもん。あー、悲しい。もうね、イエローからバイルト方面行ってたら、はい。ここにグラボありましたわ。なんだよ、イエローなんかカードキーの中よりさ、外の方がうめえじゃねえか、マジで。もうどういうこっちゃ。あ、30ミリ。はい、ってことで、イエロー7回目、来ました。7回目。さあ、7回目の今年は何があるかな。ふぅ、まずは美味しいことかな。これ。うめえ、ね。あ、やだ、言うねえ。こいつ、うまいし、鼻水を切る。マジで、何この2つ。PC の中はコードとパン。マジすいません。商品持ちねえと。そんな中、おぉ ?M4 下置きしてんの？そう。M4 下置き。ちょっと見とくわ、ね。はい、マッチでしょ。まあ、ドローマンは下置きだけど、俺はそうだよ。それで、なんか、なんか、どうしたのさ。で、なんか、ないと。じゃあ、今回7回目、こんな感じ。M4 が落ちたね。M4 とこのパーツたち。なんだけど、弾は何が入ってる？ハゴゴ。やっぱハゴゴだな、M4 の脇は。オッケー、こんな感じです。じゃあ、来ました。はい、イエロー。よいしょ、よいしょ、よいしょ、8回目。おっしゃ。8回目のイエロー。いきます。よし。さあ、来ました。そこそこまであるわけな。パーツばっかだな。パーツが多いね。同じ人でかい。いいとこにやってくれ、そこは。特になさすぐ。まずいっと。裏子じゃないか。何の種類か。そこにサバ缶。特にないね、今回も。まずはこれ。はい、じゃあ、これ使っていきます。じゃあ、パーツ見ましたよな。パーツはいっぱいある。なさそう。オッケー。じゃあ、はい。こんな感じです。8回目。まあ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 。な、まあ、ジーピック弱いってたからいいや。オッケー。じゃあ、来ました。イエロー。9回目。いきます。PMC でさっきやり合ってたから、ちょっと怖いな。マガジンが落ちてるのと、どうや落ちてない。アッシュのマガジンに。なさそうだと。足ばっかりな。石なし。うわ、マジ欲しいね。なんか1個が広げてよ。うまいね。向こうの巻もない。ないね。オッケー、じゃあ、はい、長かったんで。じゃあ、9回目。こんな感じです。まあ、ハズレかな。アッシュはなんだ入ってんだ。あ、さすがに 1、2B が入ってんだ。うめえな。M80。微妙。はい。はいよ。はい、イエロー。ラスト10レイド目。来ました。ラスト10レイド。どうなるかね。はいよ。ってことで、行きまーす。え、何もないか。いやいやいや、レッドガンパウダーに。どうなんだろうな。よし。何も入ってない。何これ、どけ。どけ、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 ど
うん、こんなもんか、こわ、じゃあこんなとこだ、あとは止まらなしちゃうね。何かこっち、何かそらはい、ナイス、ナイス。はいよ、じゃあラスト10回目こんな感じでした。ガンパウダー、ウコッケー、ダクトテープ、ランプ、あの白熱電球ということで、はいよ、こんな感じということで、10回検証いかがだったでしょうか。イエローカードキーのね、今回10レイドの総額の方が124万っていうことになりました。124万どうなんだろうね。まあカードキー自体はこれ安いから、まあイエローカードキーは値段としてはね18万、ちょっと高くなってんね。まあ18万ぐらいで、まあ、ワンチャングラボも出るかもしんないって考えると、まあ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 買ってもねやっぱ損はないで、ここはラボ行くなら持っててもいいかなって感じの場所です。はい、まあ大体1例だったり12万って感じかな。うん、でグラボが出れば一気に跳ね上がるよって感じです。まあ20万いくかもしれないね、平均レート的には。 OK、 じゃあ今回こんな感じで終わっていきます。でこれでね、あの多分カードキー全種類揃ったと思うんで、あの検証全部やったと思うんで、あのね他のカードキーも見たいよって方はね、ぜひぜひあの探ってみてください。それではまた別の動画で会いましょう。ジャーニー、絶滅危惧種のバンプーのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも